それでは、パワーポイントで作成したスライドを e-lecture で使用する手順についてご説明いたします。まず、使用するパワーポイントファイルを開きます。このサンプルのパワーポイントでは、スライドがこのように合計8枚あります。これらのスライドを e-lecture のスライドとして使用するためには、画像形式に保存していただく必要があります。ご利用されているパワーポイントのバージョンによって少し見た目が異なることがありますが、ファイルから名前を付けて保存を探して選択してください。保存先はわかりやすい場所を選びます。今回の説明ではデスクトップを選択しています。するとファイルの種類を選択して保存することができますので、ここで JPEG ファイル交換形式、または PING ポータブルネットワークグラフィック形式の2つのうちどちらかを選びます。今回は PING 形式を選択しています。保存ボタンをクリックすると、すべてのスライドか、このスライドのみか、キャンセルを聞いてくるダイアログが表示されますので、すべてのスライドを選びます。しばらくするとファイルが保存されますので、OK ボタンを押します。パワーポイントのファイルはもう閉じていただいて構いません。これでパワーポイントのスライドが e-lecture で使用できる画像形式になりました。このようにパワーポイントのファイル名と同じフォルダができていて、その中に画像になったスライドが保存されています。では、このスライドデータをスライド資料として e-lecture のサーバーにアップロードしていきます。e-lecture の授業で使用するスライド資料は、基本的に授業前にこちらのページからログインしてアップロードをして準備します。ログイン ID とパスワードは、授業を配信する講師用のログイン ID とパスワードを使用します。ログインすると、画面で今ご覧いただいているように、授業ごとにすでにアップロードされている資料が表示されます。授業選択をクリックすると、それぞれの授業に今用意されているスライドを確認することができます。今回はこの授業007を選びます。選んでみると、この授業にはまだ何もスライドが用意されていません。ここに先ほどパワーポイントから保存したスライドをアップロードしてみます。まず、アップロードボタンをクリックすると、アップロードする画像をドラッグ&ドロップする画面が開きます。ここに先ほどパワーポイントから保存した画像をドラッグ&ドロップします。ドロップすると、このようにアップロードするスライドが一覧で表示されますので、一括アップロードをクリックします。これでスライドのアップロードが完了しました。次に、動画ファイルのアップロードについても見てみましょう。真ん中上のメニューのボタンを切り替えると、動画資料アップロードの画面に変わります。動画はこちらの画面にあるように MP4、MOV、FLV 形式の 1GB 未満のファイルを使用することができます。今回は用意しておいたこのサンプル動画をアップロードしてみます。リアルな反応が伝わるネット授業の配信・収録システム動画資料アップローダーの画面に戻り、先ほどと同じようにアップロードボタンをクリックします。ここに動画ファイルをドラッグ&ドロップします。一括アップロードボタンをクリックするとアップロードが開始されます。動画の場合はデータサイズが大きいので、画像に比べて少し時間がかかりますが、そのまま終わるまでお待ちください。アップロードが完了したら、この画面からログアウトします。では、実際に e-lecture スタジオで授業を起動してみましょう。講師用のログイン ID とパスワードを入力してログインし、先ほどのスライドなどをアップロードした授業を選びます。
先ほどの事業007を選択します。このように事業が起動します。画像挿入ボタンでスライドを見てみると、先ほどアップロードした画像が上がっていることが確認できます。また動画挿入のボタンを選ぶと動画資料も確認できます。リアルな反応が伝わるネット授業の配信収録システム e-lecture のご紹介です。 e-lecture では専用アプリを使って誰でも手軽に。以上で e-lecture のスライドアップロードについての説明を終わります。